はい、エンジョイランドのりょうです。今日は腕のストレッチをしようと思いますね。こんな感じでストレッチする人多いと思うんですけども、もっといい方法があります。もう今日の知ったらもうこれしかできなくなるよ、約束します。やってみよう。以前アキレス腱をこういう形で伸ばしたらいいですよっていうのを覚えてますか？ここに一石二鳥で腕のストレッチをしてしまおうっていうのが私流なんですよ。これはね、もうほんまによく毎日やってますよ。やってみます。まずアキレス腱、とりあえずちょっと一回忘れておきましょうかね。この状態でアキレス腱が伸びるんだけども、腕を今から右腕のストレッチしますね。左の膝を立てたところの肘をこの中へ入れるように持ってきます。こんな感じね、はい、このように入れます。でこっちで支えて、少しお尻を前にグーッとやってやればめちゃくちゃ伸びます。この状態でじゃあ4、6呼吸いきます。じわっじわ伸びてくるんですよ。これで終わりじゃないぞ。めちゃくちゃ私がおすすめする理由はこっから先にあります。今手の甲がこっち向いてるよね。これをねひっくり返してください。どう？これ映像を見ながら一緒にね試してもらいたいな。ひっくり返したらあらま不思議、なんだここの伸び方はっていうぐらいめちゃくちゃ伸びてきます。でこの状態で4、6呼吸します。まだあるぞ。ここからゆっくりと肘を曲げてくる。どうだ？なんかアクロバティックな形になってきたかな？こんな格好だ。うわこれでもね、4、6呼吸やってほしいんですけども、形だけちょっとおさらいするね。まず肘を入れてきて、これをぐーっとこっちへ引っ張るように持っていく。これがまず一つ目で、手を返して手の甲を反対向きにする。これで二つ目で、ここから肘を曲げてくる。で三つ目、これ体の状態、それからなんだこのねじり加減によって、それからここの入れ方、浅い深い浅い深いね、いろいろあります。それぞれによって効果は随分変わります。いつもね、僕卓球してるから、ここ、それからここね、この肘よく使うんでね、めちゃくちゃねこのストレッチもうありがたく毎日、もうこれやらないと卓球続けられないぐらいすごく役立ってます。これ卓球だけに限らず、日常生活で肩凝ってる人なんかにも結構いいです。肩こりって言いながら実は腕が凝ってるっていう人めちゃくちゃ多いですよ。これ自分でやってみたらね気づくはずです、どんな感じなのか。でこれが一石二鳥と言いました、最初に言いかけたアキレス腱をこれでグッと伸ばすっていうストレッチがある、以前紹介しました。ここに腕を引っ掛けて一緒に行く、なので
今この状態でアキレス腱と腕と両方いっぺんにストレッチができているということになる一石二鳥のストレッチなわけですよ。どうですか？もうめっちゃおすすめストレッチ。実は私のおすすめストレッチ多いよね。なんぼでもまだこれからもいっぱい出てくるよ。一つずつやってみていただきたい。自分に合わなかったらパスしてください。他にもいっぱいあるよ。今日は以上です。あ、左側も、あ、こっちか。左側もやってください。以上です。ではまた。